こんにちは、ハルザーでございます。今日はですね、土曜日ですね、インスタライブ、オールフォーレザーのインスタライブをやってるんですけども、今回3時間で何ができるかっていうね企画を組みました。そこで作った商品を、ご紹介したいと思います。こちらですね、こちら、ミニマムウォレットにいたしました。3時間でね、一応染めと、皮を切ってる状態、そこからスタートして、3時間で、形にするっていうような、そんな企画でやっております。でこれ前回の YouTube とかでもね、レッドとブラウンの染め方みたいな感じの動画を出しましたが、その時にやったやつですね。こんな感じの色に仕上がっております。中を開けるとここですね、こういう感じ。ここも、天然木になってます。ここがねおしゃれポイント。ここにもちらっと木が見えてるような、そんな感じの作品ですね。開けるとこういう感じ、こんな感じですね。ここにも木を使いまして、カードケースがここに1箇所で、ここに2箇所で、ここに少しでまとめて入れられる、まあ3枚ぐらいですかね、入れられるカードケース。でさらにここお財布の下、ここにも3枚ぐらい入れられますね。なので全部で、8枚ぐらいは収納できるかなと思います。小銭入れもですね、こんな感じで、しっかりマチがついております。こんな感じでしっかりマチをつけて、小銭も取り出しやすいというわけですね。でミニマムウォレットって結構ね、 お札をね、折って収納したりとかするのも多いかと思うんですが、これはここから、出せます。お金入ってますね。これもうね使ってるんですね、僕。これ僕用に作ったので、ちょっと使い勝手を見ながら、実際にもう使ってます。でお札は大体こんな感じ、このくらいは折れちゃうような感じなんですね。まあこのくらいだったらまだこうやって出せるんじゃないかなと。あと最近はね、あの機械のあれなので、コンビニとかねお札入れるときに、なのでまあでもそんなに気にせずに入れられてますね、そのスッとっていうような、感じでございます。こんな感じで、収納できますっていうようなものを、作りました。結構ね、厚さもまあこんなもんです。手のひらに収まるようなちっちゃいお財布ですね。結構ね使ってるとやっぱり使い勝手がいい。今まで長財布の普通のこういう長いお財布を使ってたんですけど、ああもうこれで十分だよなみたいな。結構カードって溜まってっちゃいますけど、意外にねこれも使ってないなっていうものいっぱいありますもんね。最低限入れると、まあ、全然8枚もいかなかったですね、主に使ってるカードだけ入れて。これで全然十分で、あと家の鍵があの電子キーなんですけども、あのカードでこう鍵が開くっていうようなものなんですけど、ここに入れてそのまんまこれでピッてやると、ウィーンと開いてくれたので、まあスイカとかねそういうのも全然反応してこうピッとできるんじゃないかなと思います。こんな感じ。これがね前回、作ったキーケース、2時間半で何が作れるかっていうような時に作ったやつですね。色比べるとやっぱり全然ね違いますね。こうやって比べると、あしっかりレッドとブラウンっぽい感じの色になってるなと。こっちは多分ブラウンですね。両方ともすごいいい色じゃないかなと思います。こんな感じにねお揃いで持ったりとかもできるので、もしね気になる方いれば、あの連絡いただければ、オールフォーレザーで販売してますので、概要欄から行ってみてください。こんな感じですね。なかなかね本物の木も入ってるということで、おしゃれな感じになってるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、木を使ってるミニマムウォレットになりますね。で、他にもね3人、
参加していただいた方がおりまして、紹介していきたいと思います。今回、参加していただいた一人目の方はこちらイレブンワークスさんですね。あ、名前入れるの忘れてましたねすいませんイレブンワークスさん、インスタとかでもね、一緒にいろいろやらせていただいてるんですけども、こういう布を使ったりとかして、印鑑ケース、右側の印鑑ケースなんですけども、時間余ったのでということでキーケースも、作っていただきました。左側のキーケースですね、これ1枚だけしかね画像いただいてないので、中がねどんな風になってるかちょっとあれなんですけど、まあ普通のキーケースじゃないかなと思います。このね、丸くなってるところの、ロゴの根長みたいな感じになってるんですよね。 11WF って書いてあるのかな、 11 Works Factory と。なるほど、おしゃれポイントですね。で、右のもの、印鑑ケース、結構ね日本で製造されている、素材というか、まあ、革だったりとか布だったりとか、まあ、技術の面だったりとか、そういうものもこう国産品にこだわるっていうような、結構ねいろんなそういうところにすごいこだわりを持ってお作りしている方で、すごいね素敵な作品に、なってるんじゃないかと思います。ちなみにですね、僕もこの印鑑ケースをね使わせていただいております。なんかね企画で、プレゼント企画で、すごい運が良くて2つ当たっちゃったんですねありがとうございます大切ね、使わせていただいております。では次の方、ドン、あ、こっちじゃない、こっちだ、ドン、おおこれはキャッシュトレイですね。新レザーワークスさんですね、まあ、通称手作りさんって言われてるんですけども、新レザーワークスさん、新レザーワークスさん、今回ね、マネートレイ、キャッシュトレイって言えばいいんですかね、あのレジとかのお会計の時にこうやってじゃらんと出せるようなものを制作していただきました。今回ね使用した革、なんだろう、これ紺色のちょっと脂肪が入ってる感じの革なのかなこのね台みたいなのは何なんだろう、そういえば聞くのを忘れていましたが、これは既製品なのかな、既製品に革を貼り付けて作ったっていうような感じだと思います。新レザーワークスさんね、いろんなね染めが本当にできる方なので、もともとねプロの塗装屋さんなので、いろんな塗装の技術がすごい持ってるので、エアブラシとかね本当にねすごいんですよね。こちらの方、手作りさん、新レザーワークスさんも一緒にやっていただきました、ありがとうございます。では次、どんどん、クイフエロさん、クイフエロさんだよなクイフエロさん、すごいね難しいんですね、クイフエロさん、キーケースを作っていただきました。こちらの方もね結構独特な、革を使ってますよね。これ何の革か聞いてなかったんですけども、結構ね多分柔らかい感じの革じゃないかな、手触りがねすごい良さそうな感じがしますよね。おそらくこうちょっとサラサラしてるような、そんな革なんじゃないかなと思います。こちらの作家さんもねハリーさんって言われてるんですけど、ハリーさんすごいねいい方なんですよね。女性の方ですね、やっぱり女性ならではの柔らかみがある作品なんじゃないかなと思いますね。はい、こちら、裏側ですね、裏側、ロゴが大きく入っています。丸くね皮を切ってこう入れて縫ってっていう風にやったのかな、ちょっとね作業をねみんな一生懸命こう作業してるので、どうやって作ってるのかってね真面目に見れないのがすごい残念なんですけども、クイフエロですよね。でね、これのねすごいね可愛いね部分が実はすごい、ね、あって、これよく見てください、クイフエロって書いてある O の一番右の方の下に何かいますよね。この子がね実はハリーくんと言われているキャラクターらしいんですよ。ハリーくん、
実はこのハリー君はですね、ところどころに隠れハリー君っていうのが出没するらしくって、購入していただいた方はもしかしたらこの隠れハリー君が入っているかもしれない、ね、そんな楽しみもある、作品でございます。今回ねこちらの、この作品は娘さんに、プレゼントしたのかなに、プレゼントということで、作っておりました。すごいね、なんか柔らかい女性が作ったんだろうなって伝わるような作品ですよね。中身はこんな感じ、6連になってるんですよね。おそらくこれカードも入るんじゃないかな。カードもこうね何枚かこう入れられるような感じに、なっている気がします。でキーリングは6連とすごいシンプルなんですけどね、すごいシンプルなんだけれどもなんか持っているだけで安心感があるような、なんかそんなね感じにさせてくれるようなキーケースですよね。あ、いましたねハリー君。チラッとこのねやっぱりハリー君ね入ってるとちょっと楽しいですよね。買った時にどっかいないかなみたいなね、開いたみたいなね、そんな風に楽しみながらこう購入とかもしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。このハリー君可愛いですよね。こんな感じで、色違いでね、すでにこの右側のは、ご自分で使ってるのかな、自分で使って、緑の方を娘さんにあげて、お揃いで使ってるっていう風な感じでございます。もうねそれぞれねオールフォーレザー、みんな個性があってね、いろんな作品がどんどんこう集まってね、たくさんの商品がいろいろこう出品されていくとすごい楽しくなっていくんじゃないかなと思います。引き続きね、オールフォーレザーでは革職人募集してますので、もしね興味ある方がいましたら、連絡いただければ、インスタの DM からね連絡いただければ詳細を送りますので、一緒によかったら、販売もしながら楽しみながらライブ配信とかもやりながら、時にはねこう時間制限ありの、制作ライブとかにも参加していただいて、ちょっと緊張感のあるね、もう手とか触れちゃうんでもうやばい時間間に合わないみたいな、今回これもね3時間ということでやらせていただいたんですけど、ほんとギリギリでした。はい終了ですっていうのと同時に、ああできた、あぶねみたいな、そのくらい、時間ギリギリでした。やっぱりね緊張感のある中でやりながら手も震えながらねやるっていうのはすごく、楽しく、刺激のある制作ライブになるんじゃないかなと思います。時にはねやっぱりミスがあったりとかね、ちょっとしたこうあっていうのがあったりとか、でもやっぱり職人同士ね大丈夫だよって、あじゃあこうしてみたら、ああしてみたらみたいな感じでね、助け合ったりとかしながら、なんかこう仲間意識とチームワークと、なんかそんなようなね、リアルライブ配信というような感じで、すごく、面白い、見てる方も面白いんじゃないかなと思うんですよね。ぜひ、インスタライブの方も見てください。これからね YouTube の方にもできたらちょっとインスタライブの動画が上げられないかなとちょっと模索してるところでございます。YouTube しか見ないんだよなっていう方はね、これからちょっと楽しみにしておいてくれたらなと思います。こんな感じで、というわけで、今回はですね、イレブンワークスさん、シンレザーワークスさん、クイフエロさん、この、で僕ですね、ハルレザー4人で、制作ライブをやりました。皆さん本当に素敵な作品を作っていただきありがとうございました。今週はですねあれをやります。俺のパスケース、俺のパスケース、私のパスケース、それを題にして、こんなパスケースあったらいいよねとか、こんなパスケース自分だったら欲しいなとかね、なんかそんなようなことをちょっとこう考えて、制作ライブを3時間でやろうと思っています。またね、8時半から今週ですね、明後日8時半から、制作ライブやっていきますので、ぜひよかったら来てください。下のね概要欄からインスタライブ、概要欄から、見れますので、僕主催でやりますので、ぜひねチャンネル登録、いいねに、インスタもフォロー、
お願いします。ではではまた、次回はあこれ制作するかなとも考えてます。これのね、制作動画も作ろうかななんて思っております。まあ、それも楽しみにしておいてください。というわけで、最後はですね、僕の、こちらの写真のスライドショーで終わりたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。スライドショーお願いします。ありがとうございます。